はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、生放送の方でちょっとやってみたんですが、ダブル直接召喚というアンリミテッドのロイヤルのデッキです。はい、今ね、ロイヤルはローテーションの方でフェイランを直接召喚して盤面に並べまくる連携ロイヤルですね。この連携バトル中にね、特定の値以上出たら特別な効果が発動するってやつなんですけども、その並べるデッキが強いんですよ。それをアンリミテッドでいろいろとやっていたら、並べて強い、並べてバフするって考えたところ、お前いたなってことで、炎獣士の大将軍も入れた直接召喚、ダブル直接召喚のデッキでございます。でこのデッキで戦った、生放送での試合を見ていくんですけども、ダブルバフはマジで強い。突進持ちで7コース4号にね戻った炎獣士の大将軍とフェイラン、マジで強いです。で炎獣士の大将軍が出てくるってことは、エルネスタもオネストシーフもシールドフォーメーションも、猛虎も発動する条件が整っているってことなんで、ちょっとねこれはまあアンリミはね、前半からガンガン攻めていくデッキが多いから、このデッキが強くなるってことはあんまりないけど、ローテーションに炎獣士がいたらもう今とんでもないことになってますね。ハッチコース4-4でも全然強い環境になってたと思います。ということで、リプレイの方を見ていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。結局考えるのは OTK。 結局やることは同じこと、やること変わらなかった。そうだね、いいね、強い動きができそうだ。多分節制なさい、節制なさい。何かっこいい、サードニックデーモン。へえ、こんなあるの今。なかなかいい子じゃんですよ。ああ、これ先行時強えな。自傷しつつ体力回復できるの強いな。そうすごい、普通にいい子ちゃんなんですよ。これ狂乱バンプまあまあ強いんじゃない、これ強いですよ今回。やば、やば。谷で普通に回復できるし、うん、強い。重厚なる盾を見よう、盾を見よう。てか今回サードニックデーモンが強いっす。そうだね、どうせなら。しかもミストさん、そいつあれです、狂乱状態になってたらとんでもないっすよ。ああ、もっと言うと進化系使わずに進化して、もうとんでもないことでやらかしてまくるんで、回復したりダメージ食らったり忙しいな、このデッキ。目して雑を兵法なり。ああ、毎回出てくるよ。嫌だよ。嫌だよ。動くべき時来たり。まず野菜の女王が強すぎる。野菜の女王？野菜の女王。野菜の女王。野菜の女王が強すぎるって聞こえてさ。野菜じゃない、野菜食べろっつって人参かなんか口の中突っ込んでくるのがあった。違う、ニュートラル、それそれニュートラル。全ての人参を超越する。なんか昔声似てるって言われたけど今自信ねえな。全ての人参を超越する。似てるんだよな。かじってみろって。ダメだ、ミスタさんの方がお前潰して入れ、根こそぎいただく。あなた狂乱じゃないよね。え、待って、狂乱じゃないっすよ。よかった、狂乱じゃない。狂乱だろうが何だろうが破壊はできるんだよな。あー、確かに破壊できるんだよね。え、ただ多分これを放っておくことはできないはずなんで。え、放っとくよ。え、放っといていいんすか。回復しますけど。あ、めんどくさ。取るんかい。
取るんかい。この重厚なる縦読みよろろい。縦しかないじゃん。縦ですから。本当風ひどいな、こっち静岡県。そうだね、これもほっとけないでしょ。オクトリスって知ってる？知らな。奪われても別に痛くも痒くないんだよな。一生待ちないだろ。倒すんかい。倒してくんのか。きらめく白銀がみんなを導いてんです。でヘプロリンちゃん帰ってください。帰りません。ここから始まる。帰れ。俺の伝説はここから始まる。我が忠誠は鋼のごとし。何体出てくるの本当何体でも無限に出てくるとか強すぎ。ターン開始時に出てきてくれればね、失踪してくれるんやけど、それだったらゴールドの性能じゃねえから。いやー面白いかな。こっちでいいね。今こそ話せん。謝っても無駄よ。契約成立だ。あちゃ。ここはいいね、これ。進化系がなくても強いんだけど、フェイランとか知らん。なんか邪魔をするなーかなんか聞こえたけど気のせいで。後ろで聞こえた。えぇ、なんか何聞いてんすよ、俺。ボイス聞いてたっす。タイミング良すぎる。どうしよう、強くないですか。頑張るよ。お気に入りの可愛いの、マジで。でもなあ、こんだけしてもなあ、もうヨルムガンド死んじまってるからなあ。で、節制が出てくるんだろ。出よう、必要し、ルーゼン。ゼッツゴー。ではな、こうしちゃおうぜ、どんどんしちゃおうぜ。これ今俺は最大ヒットポイント何本なんだ俺。何本でしょうね。もうすぐ見えてるんじゃないかな。あ、11だ。11ですね。11ですね。で、さらに下がるんで、残り8ですね。頭悪っ。なんかめっちゃ出てきた。めっちゃ出てきた。なんか困り果てるくらいめっちゃ出てきた。これだってルーゼンがいるせいでさ、ダメージが1ですね。だもんな。ルーゼンほんと強いと思うんだ。頭もほんと1が最大。ここからだ。ちょうどいいか。あえ？取られるのね、初だろう。節制がここに。なんでいるかな。ああ、シュウさん。よかった、ちゃんと考えてて。白人の剣ぶつかって除去するとこやったら。ミストさんがそのプレミしてたら俺ベヒモスで勝てたのそれ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。生放送での試合の方は、遠地の大将軍は、盤面除去してからフェイランが走ってって感じで、リーサル見つけたんですけども、まあよ、なんですか、まず遠地の大将軍がローテで使えた頃もね、猛攻で大将軍を走らせるっていうことをやってたんで、そういう感じの勝ち筋も全然ある。ただまあルームまでワイワイやることができるタイプなので、アンニミの
ランクマッチで使えて勝率が高いガチデッキってことではないです。はい。ということでね、まあ、強いことは強いけどっていうデッキですね、使ってみてはいかがでしょうか。面白いですね、これ。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。で、ここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。